凡獣山は、青森市と五所川原市にまたがる標高468メートルの山。東北地方に奈良時代仏教を布教した法彰宗の道明商人が、釈迦三尊の文字菩薩の文字にちなみ、当時からまたはその御造語として、文珠と名付けたとされる。凡とは、ブラフマンとも言われる宇宙の根本原理。玉は呪字にも使われる文字で丸い玉を意味する。 ボンジュ山は青森県の県民の森ボンジュ山となっている。青森市並岡は、並岡市による地名であり並岡大、釈迦地区は釈迦がつく大釈迦駅や大釈迦川など、アスカ時代から信仰に関わる名が付けられたとされる。ボンジュ山の東方1 0トルには山内、丸山遺跡がある。五所河原町出身の林正次郎が1928年に作詞し、 ダークダックスの代表曲とも言われる、スキーの歌、シーハイルの歌の一節に、昨日は、ボンジュレー、今日またラ、煙立てつつ、オノシーハイルと、ボンジュ山が歌われる。AB、ボンジュダより、第64号、青森県立自然触れ合いセンター。ジョモンインターネットサービスビジネスサービス。ピアニッシモ、2、3ページ。2009年10月5日閲覧。AB、 ボンジュ山について、ジョモンインターネットサービスビジネスサービス。2009年10月4日閲覧。ボンジュダより、第66号、青森県立自然触れ合いセンター。ジョモンインターネットサービスビジネスサービス。ピアニッシモ1、4ページ。2009年10月4日閲覧。ボン、ブラフマについて、聖堂同提供合国語辞書。2009年10月4日閲覧。 角川最新刊は辞典、例として真珠など602ページ、1981年1月発行103県民の森、盆樹山、青森市、2009年10月4日閲覧、青森県近代文学の名品、ボリューム90林正次郎、色紙、シーハイルの歌、青森県立図書館、2009年10月5日閲覧、ありがとうございます。